中米の基地1月31日から1971年1月23日は、大正から昭和期の農業指導者、政治家、参議院議員、鹿児島県国部市長、鹿児島県会議長、鹿児島県総軍国部座と、後の日総軍東国分村で中米之助の長男として生まれる。1906年12月、神戸高等商業学校を中退した。 1922年父の隠居に伴い家督を、相続し農業を営む。青年団長などを務め、1923年9月、鹿児島県会議員に選出され1947年まで連続5期在任した。この間、副議長、議長、東国分村長、大制翼3回鹿児島県支部常務委員などを務めた。1947年4月の、 1> 第1回参議院議員通常選挙に、鹿児島県地方区から無所属で出馬して当選し、緑風会に所属した。同年、公職追放となり、同年6月28日に辞職し参議院議員を一期、務めた。追放解除後、1956年無投票で、国部市長に当選し、同年10月14日から1960年10月13日まで一期、在任した。 この間、教育文化の振興、道路整備、治水事業の推進、自衛隊施設の整備誘致、農業業の振興などに尽力した。その他、鹿の島県農業会長、同水産業会長、同タバコ工作組合連合会長などを務めた。ありがとうございます。